こんにちは。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 今回も黒板用意しました。見ての通り。はい。で、はい、以前幡ヶ谷の僕と金子さんともう一人デジさんでサーリーのチャートを作ったんですよ。で今回は、まあ、それの平たく言うとクラスト版をやっていこうかなっていう感じでございます。うん、楽しみ。なんですけど、まあ、ちょっとクラストってね他のブランドと違ってかなりユニークなバイクブランドでロードバイクとか、うん、マウンテンバイクとかみたいにちょっとカテゴライズしにくい車種がちょっと多いので、はい、まあそれはもう分かってる前提でちょっとこの話を進めていこうかなっていう感じです、はい、で軸上アドベンチャー性とか走破性ですね、うんうん、でもう下はもう全部ユニークが前提です。なんで、はい、ユニーク具合をその中でもちょっとつけていこうかと。なるほど、はい、そんな感じでちょっと今回はこのチャートを完成させていきましょうっていう回です。了解です。やってやってまああれだね、乗ってみた感想とか、ね、あと雰囲気とか乗ってないやつもあるじゃん、うん、だからあれだね、本当に我々の主観みたいな感じになっちゃうかもしれないけどね、はい、まあ、あくまでも一例じゃないですけど、ね、うん、まあ、僕らが思う、うん、クラストは、うん、クラストのこの車種はこれ、ここみたいな、そうね、そんな感じ、はい、一応みんなね、クラスト乗ってますよね。乗ってます。乗ってます。乗ってるよ。一応僕はエバージョンライト、はい、まあ後で詳しく説明させてもらうんですけど、うん、僕はエバージョンライト乗ってる、うん、で、金子さんがね、ドリーマーそうで、一周さんがノーイースター。ノーイースター、ね、で、セントさんはいっぱい持ってるな。そうですね、もうこれはもうみんな知ってもんないっぱい持ってることはね、ロマンサーと、うん、ライトニングボルトの感じブレーキと、うん、ボンボラの MB フォーク、うん、はいはいはい、3台。あ、そんだけ3台。あれ、そんだけそんだけってこともないですね確かに、まあ、そうだね、そんだけだけどね、まあ、彼はめちゃめちゃもうクラスト乗っててね、大好きです。大好きです。大好き。じゃあ早速年式順でね。あ、そう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 。あ、年式順でやってるか。古いのからね。順番に。はい。OK。あれだよね、途中でずれちゃうこともあるよね、絶対ね。ありますね。位置がってことですよね。そうだね。あります、あります、あります。一応。はい。そんなもので、まず1個目。これ、エバージョン。まあ、そうだよな。クラストと言ったら。クラストと言ったらね。まずは、エバージョン。エバージョン。エバージョンってさ、これさ、初めて出たとき、まあ、見たときさ、はい、何よ衝撃的でした。衝撃的だったね。はい、初めて見たの俺あれだな、女の子が乗ってた、外人の、あれなんだっけ、ジャミジャミ、あれ違う、ジャミジャミって女の子、あれオーストラリア、オーストラリア、そうそうそう、あの子が日本来てたんだよね。ああ、そうなんですか。そう、来ました来ました。でブルーログ来たんだよ。カレピッピと多分旅かなんかしてそうで乗ってきたのは確かこれだった気がする。何色だったかしちゃったけど、そうで、まあそれ見て何よって何よってすごいよね。これ今でこそさ 27.5×2.8 とさ 29インチ ×2 なんだけどさ、その昔さ 26インチ ×3インチだったよ。3インチいけましたね。そうだったのよ。でなんかもうなんだクラストってエバージョンってって言って調べると、うん、結構その26インチの超ファットタイヤで組まれてるやつとか結構出てきてて、でますます何よってなるようなフレーム、うん、これもうあれじゃない、もう一旦ここにしようよ、なんかもうまた動かしていきなり、いきなりだってそうじゃん、どう考えたってユニークで、そう、まあまあ、ユニークで、まあ、確かに、そう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 、すごくアドベンチャー性が高い。そう、まあでも確かにそうかも。結構クラストの代名詞的なバイクではあるっすよね一応さ、うん、そう乗った感じってさ、うん、あるよね。結構組んでんじゃん、我々、はい、組んでます。一応俺言っていい、最初マウンテンバイクとしてさ見たの多分最初。あ、まあまあそうですね、エバージョンってタイヤ不定しさ、うん、なんかオールドマウンテンみたいな見た目で組んじゃったりとかするからさ、はいはい、だからなんかそういうノリで組んじまおうぜっつって組んだんだけどさ、意外と組んでみるとさ BB 低いんだよね。確かにそうですね。そうで割とこう地を這うような感じのバイクだっていうことに気づいて、あ、太いタイヤのツーリングバイクなんだみたいな感じの、まさにっていうあれだよね、あのこう着地になったのよ俺、はい、そうだから意外となんかこうオンロードとかで走っててもなんかあんまストレスないっていうか、おっせえなとか車高高くてヒヤヒヤすんなとかそういうのが全然ないんだよね。ナイス。そう
だからドロップで組んで、あ、ごめんなさい、なんか話途中です。素直ですね。素直。素直。素直。意外と素直。そう。あとトップ短いんでね。うん、あ、短い。短い。そう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 。だからドロップとかで組みやすい感じのバイクだよなって思った、うん、まあ、ツーリングバイクっていうのがベースにあり、そうだね、うん、太いタイヤを打ち込んだっていう、うん、まだやりたかったんだね、マッツさんね一番やりたかった一番やりたかったね、多分ね、これね、エバージョンがじゃあ一応ここで、うん、暫定、まあ、他ないんですよ、エバージョンエバージョンの思い出ないわけ、まあ、僕エバージョンライト乗ってますけど、まあ、結構味違うから、うん、ちょっと比較しにくいなっていう感じなんですよね、まあね、あれまあ、ぶっちゃけエバージョンよりそんなユニーク性ないなっていう感じです。あー、エバージョンライトそれはどうかな、まあいいや、それはあってもまあでもフレーム結構 BMX 割にガチッとしててガチッとしてるね、ガチッとしてますねあとあれだね、フォークこれでもかっつーぐらい重いよね重いっすね、めちゃくちゃ重い、悪く言ってないから、悪く言ってないからねそうそうそう、あのベンドフォークでさ、はい、もうとりあえずいっぱいダボついてるじゃん、はい、だからさ、荷物積んだ時とかさ、あのもう絶対しならせねえぞみたいな感じで、うん、そうですね、そう、作りになってる、荷物に負けない構成を与えられてる感が強いですね、いいよね、うん、今は、昔はさ、あの前がさ15ミリスルーアクセルで、後ろがクイックだったんだよね、そうです、そうです、で、ロッカーエンドって言ってこう、あのエンドを引っ張れるって言ってるのか、だからシングルにもできるエバージョン、はい、あ、クラストのフレームとも言えるよね、これね、そうですね、あとは内装ギアとか、あ、そう、内装ギアもいけるんだね、よりこうツアラーに、確かに確かに、今あれだよね、148-12mm だよね、後ろ、後ろが、そうですね、で、フロントが 100mm-12mm だよね、そう、後ろだけブーストなんだよね、後ろだけブーストです、そうそうそう、面白い、このフレームでも衝撃だったね、うん、衝撃、そうそう、あとヤシの木が可愛いんだよロゴの、そう、ロゴのね、そうそうそう、どのとこですか、まあ、とりあえず一発ですか、一発こんなもんでいいじゃないですか、大丈夫、はい、長すぎた、次なんだと思います、次エバージョンの次、エバージョンの次でしょ、スケープゴートじゃない、あ、正解すげえ意外とここ、意外とそう、意外とここなんだ、もっとなんか最近のイメージですよね、なんかね、いたのよ、目立たなかったけど、あ、そうですね、そう、意外と結構古い、そう、同時期ぐらいから開発が、そう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 、2015、6年ぐらいですね、この辺、そう、へぇ、割と昔だね、結構昔、ブルーラグで初めて入れたのも結構最近っすよね、そうだね、去年、うん、去年の3ヶ月前とか、あ、そうだね、確かに、そう、全然なんか近いっていうんでしょ、多かったっすね、うん、これはファットなやつですよね、あ、そうだね、ここに書いてあるけど 26×4 インチいけんの、これ4インチ、ホットバイクですね、あれか、あ、パグするやつかな、タイヤ入るってこと、あ、そういうことですね、入ります、入るか、いけんの、すげえな、マジで今知りました、今知った、え、やりてぇ275.3.8 もですもんね、え、うん、マジマジすごい、え、めちゃくちゃいいじゃん、これ面白そうじゃん、もうないの、2.8 万もうないっす、あ、もうないの、まあ、これが、このサイズは、うん、あれですね、うん、M から、あ、そうなん、そういうことね、あ、なるほどな、じゃあ、そっか一番小さい S かなんかは26-4なんだ、24-4で24-4、へぇ、ちょっとずつ、こう、1個ずつ下がっていくみたいな、なるほどね、24-4なんかタイヤあるんですか、いやいや、ほんとに確かに、あれでしか見たもんね、あのサーリーで昔作ってたワンバイワンしか、ああ、あってね、ファットタイヤのやつ、あ、そんなあったんですか、ワンバイワンラットライダーみたいな、ラットライダー、あ、そう、ラットライダー、へー、これさ、俺ごめん、マジでジオメトリーは見たけど乗ってないから分かんないから、センチャーがこれっすか、これトベンチャー性はでもエバージョンよりも、うん、上じゃないですか、あ、そうなっちゃう、じゃあエバージョンを下げて、え、一応最初に特徴教えてよ、そうっすね、まあ、マウンテンバイクベースですね、まあそうだよね、スケープゴートよりも、そうだね、あ、スケープゴート、エバージョンよりもね、あ、ごめんなさい、エバージョンよりもでも、マウンテンバイク、完全にマウンテンバイクほどはヒラヒラしてなくて、あ、まあ、やっぱツーリング用のマウンテンバイク、エバージョンなるほどね、こいつはやっぱちょっとランドナー的なツーリング性があるけ ど、こいつは MTB ツーリング、あー、あー、なるほどね、すごい、あ、そこで分けたかったんだ、マットさん、そうですね、あの、分かれてねえけどそうっすね、ヘッドアングルですって、このフォークのこれが結構寝てるんだよね、そうだよね、オフセットも結構あるね、あれ結構ありますね、だからオフロードをたくさん荷物積んで、はいはいはい、ゴロゴロと走ると
結構でも日本ではあんまないカルチャーだけど、アメリカとかその海外ってさ、マウンテンバイクパッキンってあるじゃん。やっぱそういう人たち向けに開発されたフレームなのかなっていう風にも見えるよね。まさにそうですね。そうだよね。砂漠を一個砂漠越えてくみたいなライド用に開発されたらしくて、なんかこの日これはシグネチャー主がいる。あ、いるんだ。へえ。あ、そうなんですか。はい。知らなかった。へえ。ちなみにわかる？名前、インスタのアカウントだと、ゴーティエモンみたいな。ああ、俺フォローしてるわ。へえ。あれそうなんだ。はい。あ、知らなかった。ってことは？エバージョンちょっと先に下げないと。整理したくなっちゃう。一旦こうなるか。みんなここで遊びそうじゃない？いや、まあそんなになっちゃう。確かに確かに。ユニークさで言うと、うん、やっぱエバージョンちょっと勝るとかあります？いや、全然。あれ、そんなことない。全然そんなことない。僕、この辺かなと思って。あ、なるほど。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。まあまあ、ソファ性上ならまあ間違いないですよね。ソファ性上でしょ。幅的に。今から出てくるフレームによるよね。そうだね。確かに。ユニークさ。あ、まあ、もしかしたら、ちょっとどんどんこっち行くかもしれないですね。確かに、そうだね。だって、それはいるもんね、他にも。なんかちょっと、よくわかんないやつが。まあでも、このここには入るやつがないかもしれない。そうだね。そうだね。はいはいはい、そうなるほどね。次ですね。次行ってみよう。意外と早く登場。お、ドリーマー。あら、ドリーマー。ドリーマーってこのドリーマー結構古いんですよ。へー。いつ2016、7ぐらいじゃない。ああ、まあでもそんぐらいですか。あれ、俺乗ってたのいつか。2019か。2019、20ぐらいじゃないですか。ああ、そうか。かっこよかったな、俺のドリーマー。あれ？あれ？今バラバラにしちゃったから。バラバラにしちゃったから。一応ね、クラストの中でも唯一のね、アメリカンハンドメイド。あ、そうだね。はい。これさ、入荷最近ね、あってさ、あの生地で組んだよね。あ、そうね。いいんだっけ？あ、いいと思います。言っていいか。そうそう。あの、鉄の人出てくんだよ、もう。鉄の人。あ、でもそこにあるか。そう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 。で、あってさ、久しぶりに見たんだけどさ、マジで作り込み面白いよね、これ。その、ティグ溶接と、真鍮の、なんだあれ、モールドじゃなくて、真鍮の溶接と、フィレット。あ、フィレットと、あと銀ロウのフィレットもされてます。そうそうそう。小物とかは銀ロウですよね。あ、そう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 。でディスクのなんかマウントとかは普通になんかティグかなと思ったら真鍮なんだよね、これ確かに。あ、違うか。マニアックだな。結構マニアックよ。マニアック。あ、でそうそう。あのリアバックが真鍮のロウなんだ。はいはい。そう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 、ロウ好きになって。で BB のとこだけティグになってる。なんか不思議なんだよね。なんかその溶接方法でやっぱ。乗り味とかいろいろ変わってきますからね。あ、なるほどね。小物とかをつけるときって銀ロウって溶ける温度が低いんですよ。だからパイプに対して影響が少ないんですよね。なるほどね。あ、だからブレーキとかのマウントあれか。そうなんですよ。あんまり力かかんないところだから、強度もそこまでいらないダボとかそういうところって銀ロウでパイプになるべく負担かけないように設置されることがある。なるほどね。あとそのすげえ細かいけどボトルケージのさ、あのマウントじゃネジ穴、あれさクローズドって言って中閉じてるやつなんだよね。だから水とかの侵入がフレームの中入っちゃうと よくないじゃん、錆びついちゃってるから。だからそういうのもさせないために結構細やかに作ってるフレームなんでね。でごめん、作り込みの話長くなっちゃった。確かに俺が初めて乗ったし作ったツーリングバイクなんだけど、よっくも、あ、本当に忖度な話で言うけど、良くも悪くも最初が俺これで良かったなって思った。っていうのがハンドメイドだから多分すごい作り込みちゃんとしっかりしてくれてるのもあるんだけど、やっぱどうしても全ティグのさ、なんか例えばディスクサーリーディスクトラッカーとか、もう誰が乗っても絶対壊れねえぞみたいな感じのバイクとはちょっと違う柔らかさというか、ちょっとこう華奢さみたいなやつがあったの。だから走り安さとかはなんかやっぱ全然これ良かったんだけど、なんか荷物俺さこれもうパンパンに詰めてるじゃんとかってやると、結構そのフォークの辺でちょっとこうなんだろうな、ちょっとブレーキが出たりとか、ちょっとあこれ以上スピード出したらちょっと怖えなみたいな、ちょっと不安があったりとかもしてたので。なんだけどあのよくよくそのドリーマーちゃんとこの組み方するあとした後に調べてみたら、ライトツーリングっていうその乗り物だったのね。だから彼ら的にはこういう風に、まあ、パニアつけてももちろんいいけど、まあ、割とライトめなパッキングで、かつ、まあ、よく言えばフレームバックとハンドルバーバック、サドルバック、はい、あとまあここにはエニシングケージ的な感じのやつつけて乗ってあげて、まあ、
早く目的地に気持ちよく行こうねみたいな感じのバイク、うん、っていうことに気づいて、うん、そう、うん、おっとと思って俺初っ端からやってもうてるやんそう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 、でもねすげえいいバイク、そうしなやかですよね、しなやか走るよね、走るし、そう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 、多分しなやかだから長距離疲れないみたいな、疲れない疲れない疲れない、そう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 、あとやっぱ、まあ、後に出てくるけどこうヘッドチューブがさ、まあ、今あれか全部大体クラストって1度8分の1か、大体そうですね、あそうかそうかそうか、まあ、じゃあですか、やっぱなんかそれ独特のさ、なんかこう優しさみたいなやつあるよね、はいはい、うん、あります、そうそう、あのもう44秒知っちゃったから言えるやつだけどさ、でどこ行く、こいつでもすごい素直で、うん、割とジオメトリーとかで言うと結構普通じゃないですか、うん、うん、普通、そうここ、結構そこいい、うん、ユニークさ、ユニークのあんまないんだよね、かけるかなって気がしますね、うん、で走破性はやっぱクリアランス的にも、まあ、あの2つと比べると狭いじゃないですか、結構そこは下、縦は下なのかなって気がします、確かに、その辺、その辺じゃないですか、この辺、ちょっと一回一回俺、まあ、とりあえずそこで、えちょっと一回5秒シンキングタイム、シンキングタイムまあここだな結局ね、まあこの普通なとこに収まるのが意外と一番調子いい、そうだね、あ、確かに、ごめん、やっぱね俺ここだわ、一応ちょっと真ん中らへん、中、そうそう、似てほしいな、あの、そう、乗ってたっていうのもあるし、これ真ん中むしろ、まあ、真ん中、真ん中らへん、こんぐらい、いい感じですよ、だね、素直で、いいバイク、これでも何回かさ、お客さんにも組んだりしたけど、はい、いいよね、うん、700C で組んでもね、すげえ楽しかったんで、シクロクロスみたいな、なんかね、はいはいはい、走り心地っていうか、結構き、なんか機敏に動いてくれるやつ、感じ、あとね、フォークが軽いのよって、またフォークの話なんだけど、そうそうそう、ユニクラウンのフォークなんだけど、かっいいのよ、すんげえいいの、うん、全部軽いんですよね、そう、全部軽い、フレームも、そうそう、フレームも意外と軽いね、そう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 、フォークの作り込みが結構ヘビーだと、うん、車体自体結構重くなる、うん、そうね、あと、あれでね、噂だと、リックハンターの弟子、あ、そうですね、そうそう、あのハンターサイクルとかね、はいはいはい、そうそう、まあ俺もそこで買ったもんねじゃあ買った元気なもんで、まあやっぱ裸のフレーム見るといいよね、その感じありますよね、あれハンター、そうそうそう、はい、次、すいません長くなっちゃって、おお、ロマンサーです、ロマンサーです、おー、ロマンサー、私これ乗ってるやつ、ね、あ、じゃああなたじゃない、私の1台目のやつですね、1台目かこれ、これクラスト1台目に組んだ前、これは最初黄色だったんですけど、あ、そっかそっか、あ、そっか、リペイントしてたね、塗り替えて青になってますってやつですね、こいつは特徴、お、特徴はまあざっくり言うとヨーロピアンなツーリングフレームにマウンテンバイクのホイールが映えるようにしましたっていうやつです、なるほどね、はい、もう俺的にはディスクブレーキなのに1インチスレッドっていうのがもう強すぎる、それ衝撃でしたね、確かに確かに、マジです、あれアホかと、うん、なんでってね、ちょっと心配でしたもんね、心配になった、そう、僕も最初はそこでしたけど、まあ、実物乗るとそういうことなんだろうなみたいな、うん、ヨーロピアンなツーリングフレームに、まあ、車輪バコンって入るようにしたっていうことですよね、うん、なるほどね、ごめん、そのさっき今アホかって言っちゃったけど、そのあれのもうノリがね、ノリが、まあ、そうノリがアメリカ人ですよ、そう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 、あのやっぱさ、いろんなさ自転車屋さんの中に入れ知恵入ってくるじゃん、でさ、例えばベンドフォークっていうものにはディスクブレーキって向かないよっていう入れ知恵もあったりするしさ、オーバーサイズが生まれたのはディスクブレーキのストッピングパワーを止めれるためにできたんだよとかっていう入れ知恵があったからこそ、やっぱそのイメージでずっといちゃったから、はい、これを初めて見たとき、大丈夫かこれと思って、やってんなってなりました、やってんなって思ってるな、でもなんかそれこそなんからしさ出てますよね、そう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 、クラストらしさというか、そう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 、でもただやっぱ彼らもさ、あの本当になんかとりあえずパッションで、まあ、パッションで作ってるけど、パッションだけで作ってないと思うから、やっぱそういうところもさちゃんとあったっぽくて、結構乗ってみるとさ、あのブレーキかけてもさ、うん、あ、なんかフォークが全然キャシャな感じしねえなっていうのがあるし、ね、あとハンドリングとかもなんかこう、た
変わりすぎちゃうとかもないんだよね。だからその1インチスレッドだったとしても多分どっかの肉厚を増やしたりとかっていう風にしてなんか安心して乗れるようなものを作ってるなっていうのが俺第一印象だった。そうこれでもね面白、確かにそのセント君が言うようにヨーロピアンのテイストにあのアメリカンをみたいな典型だよね、はい、典型。まああれだよね、ランドナーだよね、もうこれって。そうですね、言ってしまえば、はい、そうだよね。これはどここれもユニークでしょ。これユニークですね。その前にすごい大事なこと忘れてないですか。あーこれね大事なこと、僕もさっきよぎったっす、うん、ウルトラロマンスの、まあ、そうそうそう、シグネチャーフレーム。そうだそうだそうだわ、ロマンサーって言ってるもん。本体、まあ、ユニークではありますね。ユニークではある。走破性はまあ、上の2台と比べるとちょっと下、ちょっと下ですよね、うん、ドリーマーよりはちょっとある。あんまりハードなライティングには本当は向きませんっていう感じですかね、うんうん、あのウルトラロマンス体験がさ、はい、あのあれじゃん、なんだっけ、ナインティーズぐらいのパーツ、ナインティーズ以降のパーツ使わないんだっけ。あー言ってましたね、言ってました。っていうのがあるから多分もう1インチだよ1インチスレッドだけどいいでしょみたいな感じで多分作ったもん、うん、このあと出てきますけど、うん、さらにあの人が作りたかったであろうやつがあとで出てきますからね、うん、ロマンサーなんとかってやつ。あ、うん、確かに、はい、いたね、いました。そこかここです。どうですか、ドリーマーよりアドベンチャーは下、一緒ぐらいか、一緒ぐらいじゃない、うん、そうですね、そうだね。もうちょい俺ユニーク振っていいっすけどあー、まあ確かにユニークですよね、うん、この辺、うん、あ、いきなりそっやりすぎスケープゴートバージョン間ぐらい、こいつとのユニークさの、うん、確かに。あ、まあ、でもまだいい、まあいいや、後でしょまあ、まあ、全然これよりユニークなやついたわ、うん、あ、ほん全然いますよいるわ、まあ、乗り味、乗り味その話しましたっけ。したか、いや、一回してみればもう一回、なんかすごい優しいですこいつと似てて、結構これも華奢なパイプ、パイプ立てて、パイプ、パイプ、パイプ、うん、そうね。いや、なんかしなやかな、うん、乗り心地。こいつもパイプも薄いし、細いし。あ、細いよね。はい、そうそう、ホリゾンタルなんで、うん、スローピングより柔らかいみたいな感じなんで、うん、確かにね、あんまりたくさんにも進むとかっていうよりかは、うん、軽装で、これもライトツーリングですね。うん、そう、なるほどね。なんで、長い距離走るのは得意、うんうん、ですね。イエス、次、はい、次、次さっき言ってたやつの前にライトニングボルトに付くですね。これはこれさ、思うんだけどさ、ロマンサーディスクと被ってるよね、うん、結構同時期ほぼ同時期でしたよね。タイヤクリアランス違うのか。そうですね、650の48、いやもうそうですし、あとはまあラグドなのかそうじゃないか、うん、あ確かにけどもありました、ね、これあれだよね、あのクリア塗装だったよね。だから下の塗装、ね、あの溶接面見えるんだよね。そうです、ちょっと塗装は独特ですよ、ね、そうですね、うん、フィレットとか、これ大人気フレームですよね、うん、ライトニングボルトでもそうだね、大人気、うん、後に出てくるライトニングボルトシリーズいるじゃん、はい、やっぱもうね、すぐね、売れちゃったもんね。そうですね、そう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 、結構ここまで出てきた中だと多分一番人気かもしれない、うん、だと言ってもいいじゃないですか。確かに、うん、確かに、これすげえキビキビしてんだよ。おヘッド角立ってんのかな。あれでもこれさ、昔さ1インチアヘッドだったよね。あれ今が1インチアヘッド、今1インチアヘッドで、うん、あ、昔も1インチアヘッド、OS、前は OS です、モエサヘッドか。あ、そうかそうかそうか、そうそう、あの1インチアヘッドのやつ俺乗ったんだけど、そのやっぱ OS アヘッドと違うちょっと柔らかさみたいなやつはやっぱヘッドであったかもしれない、あのハンドリングのところで。そう、逆に退化していくっていうね、ね、うん、変だよね乗っ重ねるごとに確かに、そう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 、確かに古い企画になる。ツーリングバイクなのにキリキリ動くみたいなのが俺印象かもしれない、はい、なんか、うん、そう、難しい、これちょっとライトニングボルト一周ちょっと貼ってみてよ、試しに。そうっすね、試しにってですか自分だったら、ペイントとかユニークっすよね、でも。あ、なるほど、そこで言うとね。そういう視点もあるか。そうそうそう、確かにね。ちょっと BMX、あの、大将のマットさんとか BMX ライダーで。あ、そっかそっか。なので、T1 か。割と、それっぽい乗り。それっぽい乗りの塗装ですよね。うん、そうだね。透けてて。確かに確かに。ピレットが。いいんじゃないですか。あー、なるほどね。なるほどね。
確かにこれはちょっとあるかこうあ、そうちょっとユニークなドリーマーぐらいなるほどね違うななるでしょ、こうやってこうですかそれぐらいな感じうん、走破性は一緒ぐらい。一緒ぐらい、ね。あ、まあそうね。走破性一緒ぐらい、ね。確かにまあ650の48。そうだね。そうだね。だね全部クラスとあるあるというか、全部結構ギリの数値書いてくださいね。うん、ああ確かに確かに。他のブランドってちょっと保険で少し、入れてるんで確かに。結構ギリの数値。入れてみたけど結構パツパツじゃねみたいな感じですよね。うん、あるあるある。それいいですか。そこでし、うん、でしょう。うんなんかさ、基本的にさ、あの今ここまで出てきたさあのスケープゴートを除く人たちさ、みんな結構コンパクトな作りな気しない？わかる？あの、S とかはさ、結構本当に日本の人普通に乗れちゃうっていうかさ、まあ、M とかでもまあ170オーバーの人から全然乗れるっていうかさ、結構アメリカの人たちが作ってるフレームにしてはなんかコンパクトだなっていう印象があって、でそのコンパクトってなんでなんだろうって思うんだけど、やっぱあれなのかね、マットさんとかのさ、そういう BMX のその、はい、まあ、シュレッティングなんつうの、わかる？なんかこう、キリキリ動きたいにやるとかっていうのが、そう、アクティブなに動きたいっていうのが、なんか詰まってんのかなって、それはありそうね、ちょっと思った。そう、バージョンとか本当そうで、確かに。この作りだったら、この用途だったら多分もうちょい後ろ長くても、そうだよね。うん、いいですよね、ツーリング用途だと。そうそうそう。それを結構、なんかキャッキャッキャッてするのはちょっとこうクイックに動きたいっていうのは感じがあるでしょうね。そうだよね、ならではですよね。ならではだって久しぶりにこう520とかのトップチューブとかさ見るもんね、はい、XS とかで、はい、そうサーリーですらやっぱ530とかのちっちゃくても530とかいるんだけど、あるんだけど、そう結構マットさん自身が小柄なんで、あ、まあそうだね、うん、まあ全部フレームサイズも割と小柄な方から乗れるものが用意されてる、うん、優しいよね、優しいですよ ね、それも結構他のブランドではない、したらそうだよ、ね、サイズ展開豊富な感じもあります、うん、確かに。次行きましょう、はい、一応これが例のさっきのやつですね、ロマンサーカンチ。ロマンサーカンチ早めに出てくる、はい、これ意外と早いですね、ライトニングボルトの次ですね、こいつはさっき出てきたディスクのディスクのブレーキだけ違うっていう感じ、ブレーキ場所、はい、その他は特に違うとこはないはず、うん、乗り心地とかは乗り心地も言うほどで言うほど変わんないですね、そうですね、そうだ、はい、めちゃくちゃしなやかです、めちゃくちゃしなやかです、めちゃくちゃしなやかです、超やらかい、でも結構あの無積載だとビンビン走る、へえ、無知のように、無知のようにひらひらと走る、すごい、でもあのフレーム綺麗だよね、あのロマンサーってなんか線細くってフォークベンド結構しっかりキュッと乗ってるさ、そうそうそう、いいよね、まあ、この2車種だけですかね、あのホリゾンタルっていう最近なんか動画も作ってましたけど、ああそれ以外もあるっすね、あるか、あ、ほんとだ、あるか、あ、いるな、いたわそうだわ、意外と乗り味はこれに似た感じで、ブレーキがよりクラシックな感じ、ブレーキとかつきますよっていうのも、うん、まあ、見た目の美しさ、うん、確かにがあります、まあ、これが多分さっき言ってたロマンサー、うん、ロマンス教が作りたかった、うんうん、やつなのかなって、うん、まあ、まずはこの変な感じを一回出して、うん、クラストの濃さを出して、確かに確かに、めちゃくちゃキャッチーでしたもんね、やっぱ ね、だから多分いきなりこれ出したら売れなかったのか、ちょっともしかしたら売れなかったかもしれない、うん、そうだね、いきなりクラシックだもんね、確かに、ほんと新しい要素が全然ないので、うん、ロマンス鏡はもしかしたら、まああれか、これ26の、うん、めちゃくちゃ太いの刷毛ですよね、多分、あ、ロマンサーディスクは違うんじゃない、刷毛ロマンでしたっけ、刷毛ロマンでしたっけ、2.4 とかいけなかったでしょ、あ、2.4 がいける、うん、それがやりたかったのかもしれない、なるほどね、こいつはまあブレーキの位置が決まってるんで、うん、もう650B なら 650B で乗りましょうっていう感じなんで、なるほどね、こいつはどうですか、ロマンサーディスクの下でいいんじゃない、いやいやってちょっとだってもはやユニークさがちょっとだってなくなってる気がするよね、思いますよ、そうですよね、これなんかぶっ飛んでますよね、うん、しかも走破性はちょっと落ちるか、どうですか、なんかさ、ね、単純に物として見るだけだったらさ多分この辺な気するんだよ、うんうんうん、そう、なるほど、クラストの中でもそこまでユニークさに、うん、なんだろう、
欠けるというか、この辺でいいのかな、はいはい、この辺にいてくださってもらってドリーマーがちょっとだけ下がるみたいな、ああそうですね、なるほど、なんかそう、なるほどなるほど、あのそのフレームものだけで言ったらさ、まあザ・ランドなのじゃん、そうですね、でまあタイヤが太くイノかけるだけみたいな感じではあるから、物だけで見たらそうだよね、ただロマンス教が作ったっていうだけでユニークさがバカ上がりするんだけど、これは本当作る人そうね、そうちゃんと作る人次第のところに、ね、確かに確かに、ただもうやっぱ自転車屋さんとして見るんだったら、私はここにいてもいいんじゃないかなっていう、本当に嫌な嫌な感じですね、本当にね、自転車屋さんが作るっていうのはそのなんかジオメトリーとかそういう要素的なところで見ると、そうね、割と普通かなっていうところですよね、だからっつって別につまんねえフレームっていうことじゃないからね、ではないです、そう本当に全部プラスですからね、これ今回そうそうそうマイナスとかいないもん、マイナスないですね、本当はこの逆にこの辺に入りたいです、ちょっと出てこない大丈夫、じゃあ次行きますか、一応、はい、次、お、ノンイースター、これです、お、あ、これイッシュじゃん、そう、イッシュが乗ってるやつで、ノンイースターは一応ポジション的にはエバージョンとロマンサーの愛の子に当たるやつですね、そう、これ一応公式のサイトであのちゃんと書かれてるやつ、合体したやつ、そう、合体して、なるほどね、足して2で割ったやつ、なるほどね、って感じですね、で、まあホリゾンタルですね、はいはい。これでも一種にさ、あの乗らしてもらった時あったじゃん、なんか、あ、はい、あ、ありましたね、そうそう、あの時乗らしてもらったけどいいよね、なんかいいっすよね、なんかいいよね、いい、独特っすよね、本当独特、なんか言えないんだよ、なんかうまく言えないんだけど言えないよ、26の3履いてる時に乗らしてもらったんですけど、そう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 、もうマジで血を這うような、すごかった、戦車みたいでしたね、そうそうそう、あ、ベターってしてるのかな、そうだそう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 、なんかそうだよね、どうですか、いや、ほんとなんかビターって感じそうですよね、それが一番 BB が低いですよ、ね、BB 低いんだ、そうだ、それもやっぱ大きいのかなと思いますよね、 あとフォークがまだ出てるのか、まあ、割とエバージョンと近いようなのを使ってるんですよ、あ、そうだね、二重型のごついやつ、確かに確かに、ガチガチ乗せてもへこたれないっすみたいな感じ、タフ系ですよね、そうか、しかもなんかあれだよね、ランドナーの形でスルーアクスル、これが初めてじゃなかった、うん、前後違ったっけ、そうかもしれないですね、うん、そうですね、ライトニングボルトディスクも今となってはスルーだけど、昔は普通のクイックだったし、ロマンサーディスクもそうだよね、お、そうか、そうちゃんとしたのはそうなんだ、だからもうこれそう入ってる時飛ばしてんなとは思った、うん、めちゃくちゃ手が込んでる、手込んでた、ちゃんとラグっすからね、しかもポイントポイントで、ヘッドチューブがラグで、あ、ヘッドチューブだけ、あとあれか、シートのところもラグっすね、ラグか、うん、見して見して、なんかほんとモダンとクラシカルがいい感じに合体してるんですよね、あ、そうだね、それでスルーっていうのなんかね、俺この一周の組み方、このさ写真使われてるこの一周の組み方超好きなんだよね、いいっすよね、超かっこいい、本当にこれで一回も走ってないんですけどね、ちなみにこれで日本一周できた、あ、これできんじゃないですか、行けると思いますよ、あ、ほんと、はい、もう一回行けって言われたら行かない行かないですよ、これはもう再三言ってるやつ、行かない、大変だ大変だ、手くれちゃ貼って、これはまあ位置的にはそうっすけど、まあ結構マニアックなユニークなフレームです、うん、そうだね、もうじゃあそこじゃあこっちのこの辺りかな、あ、でもそうだね、確かに、でもそうだよね、ロマンサーとエヴァーじゃないのかな、そうです、まあ、まあ、そしたら間に、ね、いてほしいよね、そうだね、そうですね、確かに、なんかそんなこと言ったらロマンサーディスクここにいるのなんかあれなのかな、いや、まあいいか、そうっすか一応時系列で話していくとそこで、うん、そう、次です、次いっちゃおう、まだ来ました、あ、ボンボラ、あ、ボンボラ、大人気のボンボラ、ボンボラ、ボンボラもさ、はい、スルーだったね、スルーアクスだったね、そうですね、前後ね、同時期こいつとこいこのノーイースターとボンボラが割と同じ年ぐらいに出たやつ、うん、これって違いなんなの、違いとしては一応650あれですよね、専用ですよね、ボンボラ元々はそうです、うん、これ700の48って書いてますけど、入っちゃうんですけど
一応 27.5 の 2.3 までで使ってねっていうメーカーの意向があった気がします。あとグラベルロードですか、うん、割と正統派な感じですよね。そうですよね、ちょっとツーリング要素入ってるかなみたいな、うん、ああなるほどね、感じノーミスターよりももうちょい早く走ろうぜみたいな感じのバイク、うん、そうですね、やっぱこれは5人で揃いのバイク乗ってたのが印象的ですよね、うん、あそうだね、あれ何のレースだっけ、ダーティーカンザ、あダーティーカンザ、ダーティーカンザ、あれかっこよかった、あれかっこよかったね、アロハ着てね衝撃がやっぱ一番良かったですね、うん、ボンボラは。あのスライムワンってあの人、はいはいはい、あのそうがすげえかっこよかったよね、やっぱこれ結構これはあれですよね、デカールっていうかデザインがすごい可愛くて、うんうん、人魚がこうやって潜水服の人助けてるそうですね、シートチューブかちょっと海っぽいデザインが入った、うん、なんかあれですよね、ノーイースターとつながるって言ってたよね、話的にノーイースターのグラフィックがなんだっけ、船がナンパしてるやつじゃなかったっけ、あそうですね、嵐になんかまつわる、そうだよね、でそれであのなんか遭難しちゃった人を助ける人形が描いてるみたいなことをなんか聞いたことある、あでもそうつながりますね、そう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 、これが嵐っていう名前で、そうそうそう、ボンボラは暗礁みたいな、あなるほどね、あじゃあ海つながりなんだね、うん、なるほど、直接あんまりバイクとしてはそんな関係ないですけどね、確かに、まあまあまあ、まあ、確かに、えこれどこ、ユニークさで言うとそこまでか、そうですね、割と、うん、まあ確かに普通っちゃ普通、うん、でも走破性、走破性は、まあ、ロマンサーパンチと走破性のあれだよね、あの違いだよね、荒れた道走る走破性なのか速く走る走破性なのかによるけど、うんうん、どの辺、ああ、ね、そこ行きますいや分からん、これ分からんな、ん？そう、うん、アドベンチャーで言うと、僕ロマンサーパンチのちょい上とかそんな感じ、うん、こんぐらい、うん、うん、確かに、おお、まあ、ディスクですしね、納得いってないいや違う、納得いってんじゃなくて分かんないな、これ人気なんですけどね、そう、似た、そう、似た写真、似た写真多いのよなじゃあもう決めるわ、俺ここで、ここにしよう、一旦一旦ここにしましょう、うん、あ、ハンドメイドっていうので、うん、ユニークっていう風にしよう、うん、で、これよりも上にいるっていうのは、まあ、タイヤクリアランスかな、そうです、ね、どこでも走れるような太さも履けるよっていうなのでこれ、うん、三味線言ってたみたく、なんかやっぱユニークさってあ、まあいいか、この辺いいかな、やっぱ意外と普通なのよね、いい意味で、うん、そうそう、はい、クラストの中でも結構普通で、多分それゆえに結構選びやすいのかもしれない ね、 ね、だから人気っていうのはあるかもしれない、そうだね、乗ったらもうすごくいい、そう、すごくいいよね、すごくいいです、とってもいいよね、とってもいいです、素直で OK じゃあ次行こう、次行きましょう、はい、次ライトニングボルトカンチ、あ、これは乗ってるやつ、これ乗ってます、乗ってるやつだね、はい、ランドナー、これもロマンス先輩乗ってたね、乗ってましたね、この間、この間じゃないけど日本来た時、日本来た時にこれの、うん、乗ってたね、乗ってました、めちゃくちゃかっこよかったね、めちゃくちゃかっこよかった、めちゃくちゃでかかったよね、めちゃくちゃでかかった、めちゃくちゃでかかった、めちゃくちゃでかかった、こいつはまあ、ほんとザ・ランドナーですよね、うん、本当にロマンスよりもランドナー、そうですね、こいつはまあそっか、ちょっと太いタイヤが履ける、そうだね、ランドナーなんですけど、ね、これは650の48とか、ね、42プラスフェンダーとかそういう感じなんで、もうバイクとしてはもうこの辺だ、結構まあ言っちゃ悪いけど普通っちゃ普通、うん、でもかっこいいっすね、確かにね、体重制限でしょ、体重制限ありますね、90キロかな、まあ、そのぐらいパイプ薄かったりって、ね、まあ薄かったよね、めっちゃ細いです、軽いもんね、これね、軽いですね、うん、そうだよね、フレームめちゃめちゃ軽かった気がする、まあ、これ持ってんのになんでこれ買ったのっていう感じなんですけど確かにもっとザ・ランドナーが憧れとして欲しかったっていうのがありますね、これの時は僕あんまりピンとこなかったです、うん、これとこれ多分同時に入ってきたんですけど、あ、うんうん、でもやっぱロマンス強への憧れと、うん、あの極太パケルっていうので、うん、これに憧れて、これ買った後に1年後ぐらいにこれ買ったんですけど、ランドナーが欲しかった、ロマンサーディスクよりも柔らかいよね、これ、そうですね、
そうだよね。いや俺もそういう風になんか他のお客さんに組んだことあるから何回か試走したけど、なんだこれとかに比べても全然なんかこうちゃんとこうパイプがしなってる感じがすごい分かるようなフレームだった印象があるかな。そう、まあでもそうだね、自転車としてはちょっとユニークさとアドベンチャーはあんまりいないような、この軸だとこういう収まりかなって感じですね。そうだね、いいかもしれない。はい、次。おお、ライトニングボルト、また出た。ブレイクアウェイです。ブレイクアウェイ。ライトニングボルトシリーズ。これもデジのっていうかデジ呼ぼうよ。確かに。これの特徴はもうあれですよね。真っ二つに。真っ二つに握る。そうだね。何？これリッチーのね、そう分割フレーム方式だね。はい。ブレイクアウェイ。ブレイクアウェイ。ブレイクアウェイ。ワイヤーを途中で化けれる真ん中でね、真ん中で、そうだね、シートポストが一応支柱みたいな感じで、ね、そうだね、できるね。これもユニークにだいぶユニークですよね。結構ユニークです、ね、しかもキャリパーなのもいいよね。そうなんですよ、そう、しかも650もいけて700もいけるコンパチのシングルのブレイクアウェイのっていう、そうなんでね、いやユニークですね、だいぶユニーク、シングルランドな分割みたいな感じ、うんうんうん、ランドナー、ね、うん、まあ、トラベルバイクですよね、トラベルバイク、うん、ね、SS オンリーだからこれ固定ギアで乗って超面白いんだよ、なんかあのね、そのライティングボールツキリキリ動くみたいな話だけをしたと思うんだけど、うん、結構それがちゃんと出てんの、そうだからね、意外となんかこうハンドルクッてやるとバイッてこう切れるんですよ、怖っみたいな昔の競輪乗ってみて、まあ、いいでしょう、ユニークに振り切って走破性は、まあそうですね、もうベタ下げでいいんじゃない、オンロード、そう、この辺、そう、いっちょいっちょいっちょ、センちゃんに隠れちゃうかもしれないけど、こんな感じ、こんな感じだね、はい、いいね。続いてです、エバージョンライト、あ、シャルセ乗ってんじゃん、これ僕が乗ってるバイクですね、これで OMM 行きました、うん、これは、まあ、エバージョンの、まあ、ライトウェイトモデル、はい、です、うん、でもう全部のパイプが細い、うん、軽い、うん、これですっていう、そう、そこにいるね、新色、新色ね、になってます。でこれヘッドの規格がインテグラル、 BMX とかによく使われるような規格が使われてるんですよね、うん、そうですね、そうね、キャンピーってやつも、キャンピーだね、45-45ね、45-45ね、それ見た時にあ、なんかマットさんの平気平気言い方バックボーンが見えるなっていう感じがして、ね、なんか結構そこは惹かれましたね。でカーボンフォークで、わざわざオリジナルカーボンフォーク、そう、オリジナルカーボンフォーク、ね、ね、ちゃんとあの台座ついてるやつだもんね、ついてます、エンジン形式がつけれる、3連打もついてて、でダイナモも内装ができるっていう、でテーパーはしてないんですよね、うん、テーパーで作ることをできたはずなんで、ね、それやめて多分軽くしたかった、ね、軽くした、あ、そういうことか、軽くしたかったね、走破性もなんだ、オンロード走ってる時はそんな感じないですけど、グラベル行った時とかの破壊力は抜群ですね、なんかもういきなり俺乗るの上手くなったんじゃねえかなっていうぐらい、そうだよね、めちゃくちゃ面白かったもんね、そんそう錯覚するぐらい速いですね、なんかハンドルさ切ってもさ、ちゃんとこう沿ってくれる感じあるよね、うん、こう地面にね、そうですね、だいぶ安定感もあるし、これさ、そう、これこちょうどこのエバージョンライトと同時期にさ、オールシティでさ、あの、シクロクロスのフレームがモデルチェンジしたの確か、へぇ、なんだっけ、コスミックスタイル、あ、違う、ネイチャークロス、今ネイチャークロスになってるのか、はい、ネイチャー、そうそう、で、それのヘッド角がめちゃくちゃ出たの、いきなりで、それもさ、その多分シクロクロスとかで泥走るときに、上走るときとかにヘッド立ちすぎてると結構埋もれちゃったりするんだよね、そうそう、なんだけど、で、勝った言って寝すぎてると多分もっさりしすぎちゃうんだけど、それのいいところみたいなやつを多分見つけ出した角度があって、結構それに似てんなと思ったの、だからその下りとかのガレバとかの安定感、やっぱヘッド寝てる方がいいんだよね、すげえいいっすね、そうそうそう、ほんとこれ乗った時俺ちょっと欲しかったもん、これめちゃくちゃめちゃくちゃ楽しいです、めちゃくちゃいいよね、そう、シャミさんのやつ僕も借りて、もうシャミさんが言ってた
俺乗るの上手くなったんかな本当にその通りです、ね、それ以上ないなって、ね、そうだよね、そうなんだ、すげえ調子いいですよ、ね、そう、まあ、ただノーイースターとかと比べると走破性とかはもうちょっとグラベルロード寄りなのかなっていう感じ、そうですね、若干した、確かに確かに、うん、確かに、でまあユニークさもまあエバージョンのライトウェイトモデルですからね、でまあリアはロッカーエンドじゃないから、ああまあ確かに、そっか、ロッカーエンドじゃない、シングルにするとかっていう拡張性みたいなのはないですけど、だいぶユニークだと思うけどな、うん、ちょっとこいつ下げていい、はい、うんうんうん、まあ、走破性もだいぶいってもいい気がしますけど、俺もそう思う、 2.8 いけんだもんね、エバージョンの後ろじゃダメなの、うん、こう、あー、 その辺とかがいいんじゃないですか、そうか、ノーイースターの上いける気がしないんだよな、なんか、あー、そっか、じゃあノーイースターはここにすればいいじゃんそれは違うか、違うか、それは違うな、ここかここじゃない、あー、まあまあ確かに、だと、ああ、それだったらエバージョン上じゃないですか、ね、せやなそんな気しますけどね、ツアラーではないんですよね、エバージョン、そうね、そうですね、うん、スポーツバイクって感じですね、そうだね、まあ本当シチュエーションによって走破性ちょっと変わってくるかもしれないですね、そうだね、確かに、この違いはなんか同じ名前ついてるけどこっちはツーリングでこっちはスポーツバイクって感じ、うん、でもそんなザ・グラベルロードの形しときながらさ 2.8 履けちゃうバカですね、あのあれよ、悪い意味じゃない、悪い意味じゃない、普通に言っちゃうけどそう悪い意味じゃない、マジでもうこれもこれも本当にクラストだなって感じ、そうかっこいいって思うよ、なんかもうそう一応これがあ、ステップスルーっていうモデルですね、これ忘れてたけどエバージョンにもいるんでね、ステップスルーで、ね、いますね、そう、まあ、一応これも一応紹介しておきます、ここですか、ジャンプと一緒だもんね、一緒ですね、まあ、ユニーク、うん、変な話もユニークで、ね、ユニークにいっちゃってもいいかもしれない、確かにそうですねそうでもこれどっちも旧カラー、うん、でこの今後ろにあるのが一応新色でセンちゃんが用意してくれたヨヨコの展示車、ヨヨコの展示車です、うん、乗れます、エバージョンライトの新色ですね、この色もかっこいいですよね、かっこいいね、黄色ね、黄色、中身は変わってなかったですね、うん、一緒ですね、なんかいいよね、その昔のさ、昔のツーリングバイクとかでもさ、やっぱ女性用とかでさ、そういうステップスルーのフレームのツーリングランドランドがあるんじゃない、あの乗りを多分やりたかったんじゃないかと俺は察してるんだけど、エバージョンとかエバージョンライトでステップスルー作ってるのって思うと、なんかホスピタリティの塊じゃんっていうのと、なんかやってんだどういうこと、本当にやっちゃうんだが多いですよね、そうおいちょっとやっちゃったみたいな、しかもエバージョンライトでやったのがもう本当にさっきシェミさん言ったけどカーボンフォークだよ、いやそうなんですよあのライトニングボルトとかやってたらあーってなるけど、そうエバージョンライトで行ったんだみたいな、大体遊びに行くってなったらこれヒットっすね、大体本当どこでも登場できちゃうぐらいのポテンシャル持ってるんで、巷にあるさ今やっぱグラベルとかさ、はい、オールロードとか超流行りじゃない、はい、でやっぱそういうバイクってやっぱそういう乗り方をするために作られてるから結構その、うん、上限があるって言ったらいいの、わかる、なんかこう作りに制限があるってかさ、もうこのタイヤぐらいしか履けませんよとかさ、もうこんぐらいの規格でいいでしょみたいな感じだったりするところをもう平気で超えてきくるものを作ってるのが結構クラストかなって思うから、エバージョンライトって結構それなんだよね俺の中で、そのグラベルバイクなんだけど、なるほどなるほど、でも 2.8 のタイヤ履けるしねみたいなのとかっていうのをやれちゃうから、なんかそのバイク悩んでる人とかでやっぱさ、そのみんな乗ってるのと違うっていう選び方ももちろんそうだけど、なんかやっぱこういうとこもっとひでえとこ行ってみてえなみたいなところがあんだったら、うん、エバージョンライト選ぶと、うん、あの楽しめちゃうかもしれないよね、うん、確かにそうところが深すぎる、深いですね、普通のタイヤも履けますしね、そうそれ履いてもかっこいいしね、そうあのセンちゃん組んだやつかっこいいよねそれ、うん、700C だもんね、これ 700C です、シビーぜ700 2.0 か 2.0 2級の、いいね、スマートですね、そうだね、うん、
でも700でも 2.3 とか履けんの？ 2.2 じゃないですかね。あ、 2.2 か、55か、結構いけるよね。そうだよね。いや、かっこいいよ俺。次いきます。およ、ボンボラ MB。 おー、乗ってんじゃん。これ、あ、私持ってます。はい、センちゃん、これ最高ですね。これも最高。これもいいな。これも、まあ、ボンボラ MB カーボンフォーク。そうですね、MB カーボンフォーク、ズバリ欲しかったよね。めちゃくちゃいいバイクです。センちゃん売って速攻なくなっちゃったっすよね。かかったんですよ。そうだね。これ、まあ、これはめちゃくちゃいいし、うん、人気なんですけど、まあ割と普通、またボンボラと同じですけど、まあまあまあ、走破性もかなりちょっと上になるんですが、まあ速攻になりますよね。まあそうか。これヘッドの規格は？これはテーパードって言って、ね、1.5 テーパードってやつですね。まあ、いわゆるな一般的なカーボンフォークが使われるヘッドチューブ。結構中でもクラストのモデルの中でもヘッド周りは。カッチリしてる。そうだね、バキバキだね。そうだね、唯一だもんね。テーパードテーパード唯一か。そうだよね、あのスケープゴートですよね。石と勝ち抜いちゃう。そうですよ。おー、そう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 。どういう心境で作ったのかがよくわかんない。でもね、わざわざさ、ボンボラを元にしてさ、作ったんだもんね。はい、そう。で、方向ちゃんと塗ってますもんね。塗ってんだよね。同色、マッチペイントっていうのがある意味そうすごい。面白いですよね。すごい。なんかクラストの中で言ったら結構普通なんだけどユニークな感じ、うん、サンタこれ乗ってんのかあいつ、生意気だな。めちゃくちゃいい。あいつも調子良さそうだね。ね、調子良そうだね。あれね、 700C だもんね。なんか MB の企画の番組みたいな、僕前ブログ書いたんですけど、うん、あれ用とかもあって作ったのかな、ね、みたいな感じもしますよね。エンビーから頼まれたのか、うん、全然わかんないですけど、うん、俺レビューで書いてたんだけどさ、いまだにまだモヤモヤしてないからさ、多分絶対ジョミトリ違えからこれ。あー、ボンボラとエンビー、そう、ボンボラとボンボラエンビー、そう、ヘッド角絶対似てるんだってこれ。っていうのは多分フォークが長くなっちゃうからね、多分ね。そう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 、でも間違いますよね、なんか感じね。これいいんだよ、マジでいいんだよな、これ本当に。俺も OMM の時、全然競技中じゃなくて、うん、買い出し行ってる時に仙太さんのバイク借りたんですけど、うん、速いんすよ。速いよな。僕もエバーションライトもそこそこ速いと思ってたんですよ、うん、けどボンブラエンビー乗ったら速いんすよ、シンプルに、うん、そんな変わんないと思いますよ。いやいやいや、速さは変わんないかもしれない。多分変わんないと思うんですよね、うん、なんかもう硬い感じが気持ちいいみたいな。だってもうエンビ入ってんだもん。ずるいよそりゃ。エンビ補正は確かに確かに本当にそうそうじゃん、マジで。そう、本当そう。めちゃくちゃずるい。標準装備なんてずるいよ本当に。そう、返した方がいい。返した方がいい。実はもうこれラストになります。お、最後何？お、フロリダマン。あこいつ残ってましたよ。一番俺がいい。あのクレイジー。もうだいぶクレイジー。一番クレイジーなやつだ。ぶっ飛んでるやつです。これかっこいいよな。これスライムアンドってやつよね。そうですね。かっこいいんだよな。ね。あ、そうか。シグネチャーだ。めちゃくちゃかっこいい。あの、あれ事故なんだっけ？片足。どうなん？ね、そうだよね。なんかそうなくてないライダーがいて、その人のシグネチャーなんだけど。これね、固定で乗ってんだよな、確かね。めちゃくちゃかっこいいっすね。そう、ね、あのさ、余談なんだけどさ、この片っぽのペダルを漕がないじゃない、はい、だからさ、あの、いらないのよ、片っぽが、はい、で、どうしてんのかなって。そう、で、あの、まあ、自転車好きにしたら分かるかもしれないんだけど、あの、左側のクランクでを固定しないと使えないクランクってあるんだよね、分かる、はいはいはい、あの、ホローテックとか GX スピードが。で、それの時どうしてんのかって言ったら、ぶった切ってね。すごいですよね、あれね。超かっこいいんですよ、それが。すごいなって思うんですけど、高いホースなクランクとか聞いてて、ね、大事っていうのはあるっすよね。もったいないけど、めちゃくちゃかっこいいんだよ、それが。ちゃんとバイクチェックとかでそこフューチャーされてるんですよ。そうそうそう。しかもすげえ明るいさ、感じのさ、人で、うんうん。そうそうそう。俺、もうファンなんだよな。これは、これマジで。これはもうこれでしょ。こっちでしょ。この辺じゃない？右端なら間違いないですね。そうだよ、規格外ぐらいな感じですね。そうだよ、しかもシングルなんだよな。うわ、もう前に出てきちゃった。はい、はい、じゃあまあ走破性この辺ちょっと上で 2.4 とか履こうと思ったら履けるっすもん。履ける。そうそう、クリアランスすごいな。緩めにやる。予約校で組んで
くださったお客さんかな、あの旗が遊び来てくれて、はいはい、で俺その時に乗らせてもらったんだけど、これですね、まさにこれめちゃくちゃ走るんだよね、なんかね、不思議にな感じで、そのこれさ、日本で組むんだったら前後ブレーキつけなきゃいけないから、うん、前はまあ普通にキャリパーで、で後ろはあのコースターブレーキだったんだけど、はい、なんかコースターブレーキのバイクってまあ割とこうチルなバイクっていうかさ、こう割とダラッとした乗り方する乗り物のイメージがあったってのもあるんだけど、なんかねすげえ走るんだよこれそう普通に漕いでてもなんかスイスイスイって動くような感じあって、それがね俺すげえ面白かったなと思って。これ一応ボンボラベースなんです。えへえこれそうなのらしいですよ、なんかそれ見た気がします。へえ、あだからそうなんだ。じゃあジオメトリとかも結構ボンボラなんだ。結構ボンボラらしい。へえ、まあ、タイヤクリアランスも似てるもんね、言ったらね、2.3 似てます。そうね、これはいいよ。ただね、あの日本で組むにはねちょっと、うん、ハードルがちょっと癖がありますよね。癖がね、ブレーキの台座がねえんだよな、うん、ここにだって書いてます。リアキャリパー、リアノンコースターノンなんてことノンってあのあれだよね、27.5、2.4 でノーブレーキでトラックロクロスで出てきましたね。見たいっすよね、めちゃくちゃ見たい。これは見たいっす。そうぜひ、誰かやりましょう、それ。まだフレームはあります。トラクロでやったらこれ調子いい。じゃあ、しかもそれでさ、あのチーム組んでさ、3人ぐらいでさ、同じ格好で、めちゃくちゃ格好くらい、やばい、同じフレームの色で。めちゃくちゃ怖いじゃん。トラクロ決戦フレームでこの太さは勝てねえよ、みたいな。めちゃでもちゃんとシングルだから文句言えねえしな、みたいな。そうラクロだったらマジ走破性最強っすね。走破性最強だよね。ただまあ重いんだろうね、多分ね。そうそう、やっぱ 700C の方が全然機敏さはあるからさ。まあでもね、 700C で組んでも全然いいよね。ちょっと俺こ改めてどうでしょう、どうでしょう、完成図わからんこれはわからんな、もうみんなユニークなんだもん。でもこんな感じ、まあ、こんな感じか、うんうん、そうだね。あ、いいのか。そう、ライトニングボルトブレイカーウェイの上にフロリダマンだよね。そうですね、うん、もうね、フロリダマンを目立たせたいからこんぐらいだなもんすごいよ、もうフロリダマンはそこには収まらない、収まらない。だしもうロマンサーディスクより上な気するもんね、だからそうですか。そう もうちょっと出していいっしょ、つかないギリギリ、あーだめやっちゃった、この辺ね、この辺ギリか、はい、企画がいいですね、いいよな、そんぐらいユニークですよっていう、そうね、はい、クラストってやっぱ改めてこうやって見ると何が出ても何かしらやっぱそうです、ね、びっくりするっすよね、はい、持ってかれるっすよね、この辺いなくなったね。あ、そこいないっすよね。いないよね。うん、いないね。あ、まあ、でもそれで言ったらこれが一番ノーマルな乗り物っつったりな、まあ、ノーマルなんて言ったらあれだけど。そうです。そう。わかりやすい。わかりやすい乗り物なんだね。30年前のチャリですね。あ、それは言い方よ。持ってますからね。あ、確かに。30年前のチャリ。でもそう思うって、まあさ、その時系列で並べてったってもよくさ、エバージョンって結構やっぱ飛ばしてんだね、やっぱね、このバイクね。最初から、で最初です、一番最初のフレームでこんだけぶっ飛んでるって、ね、すごいですよね。ひとまずこんな感じで、クラストのチャートが完成したわけですけども、マイさん、納得してます？大丈夫そうですか？いや、もう変わるでしょ、うん、ここからまた。はい、いいなそう。でもいいんじゃないこれ。ひとまず、まあ、僕らの考えるクラストの、はい、うん、分類、うん、チャート分けしてみましたっていう感じで、うん、異論は認めます、うん、そうね、全然認めます主観でしか、も主観ですよ、ね、そうだね、うん、そうだね、まあ一例として、はい、組み方の幅もあるし ね本当にこれ一台一台でみんなね、うん、そんな感じ。サーリーに引き続き第2弾はクラストでちょっとチャート分けしてみましたっていう動画でした。はい、はい、次があればまた、次は何だろうね、新しいメンツで、はい、そうですね、またお呼ばれしよう、ちょっと長くなっちゃったんですけどクラストのチャート分けの動画でした、ありがとうございました、ありがとうございました。これでもエバージョン真ん中にしたら変わったと思うよ、でも動きそうだよね、なんか結局こっち行きそう、それしかいけない。